急遽任された面接でやってきた一人の女子大生。挨拶もそこそこに。で、あなたの役職は？そう聞いてくるので、答えたら。なんだ、父さんより下か。鼻で笑うこの女性は、俺の名前は青木大輔、42歳。生活用品全般を扱うメーカーの山里で働き出して20年。日々目まぐるしい速さで変わっていく世の中だが、それは社内も同じこと。しかもうちの会社は家柄や学歴に関係なく、人柄や成績で評価が決まる。つまりどんなスタートであっても努力次第で自分を腐らせも成長もできるということ。実際それを裏付けるように、各部署の役職や社長の席でさえも全て実力で選出されている。ようやく一人前の社会人としてやっていけるようになった俺も、入社当時は礼儀もなっていないほどひどいものだった。それでも今の俺があるのは、当時の人事部長、そして現社長金子さんのおかげだ。青木くんはネクタイもろくに結べなかったもんな。髪が坊主で、会社に高校球児が迷い込んできたのかと思ったほどだよ。金子社長は今でも俺を面接した時の話をする。野球に明け暮れた学生時代、そのまま推薦で大学に行く予定が、父が倒れ働けなくなったので就職以外の選択肢がなくなったのが18の頃。半ばやけくそで就職活動をしていた俺に、本気で仕事をする気ならうちに来なさい、私が面倒を見よう。本気じゃないのならどこの会社にも入らない方がいい、それが社会のためだ。何の遠慮もない言葉を投げてきたのが金子さんだった。その言葉は見事俺の心のストライクゾーンに直撃し、今もこの言葉を胸に働いている。そんな金子さんは一社員から社長にまで上り詰めた、なんて昔話をしていると、決まって入ってくるのが今泉さんだった。ほんと青木には手を焼いたんですからね。やはり社長は見る目がありますよね。今や青木は営業部のエースですからね。今泉さんは俺の5年先輩にあたる人で、今は企画部の部長についている。そんな今泉さんは俺とは真逆のエリートで超有名大学を卒業。人事や営業を経て最年少で部長職にまで上り詰めた、今最も次期社長に近い人物だと言われている。というのは表向きの評判。自分より上の役職がその場にいなくなると、すぐに表情も声色も変わって、いいか青木、コビってのはああやって売るんだ、よく勉強しとけよ。なんせ俺が社長になったらお前がコビを売る番なんだからな、などと露骨に人を見下す癖があるのが俺たち後輩の知っている今泉さんだ。というのも、金子社長は前々から興味があった海外進出のため、社長職をあと数年で退くと発表しているのだ。新陳代謝が早いのがうちの会社の良いところだが、早々に次期社長の席が空くと、社内では我先にと異様な雰囲気が流れていたのだ。そんなある日のこと、数年ぶりの新卒採用に向け、同じフロアの人事部は毎日大忙しといった様子だった。俺も少し前まで人事部にいたものの、新卒は採用しなかったため、その忙しさは計り知れない。俺は余計なおせっかいは邪魔になるだろうと自分の仕事をしていたのだが、今年の新卒はどう？ああ、この大学じゃちょっとね。俺の時代なら書類落ちだね。そんなことを言いながら、今泉さんは人事部に油を売りに来ている。どうやら面接を担当している人事の後輩たちに自分の幅を聞かせているようだ。元人事部の俺としては気になる気持ちも
わからなくはないが、そっとしておこう。そう思っていた矢先、珍しく社長が人事部に顔を出した。そして人事部長と何か話している。社長が同席するのは最後だけのはず。今はまだ二次面接の段階、社長の出る幕ではないはずなのだが。青木くん、ちょっといいか。俺が急に呼ばれ急いで駆けつけると、社長は明日の面接予定を見ているようだ。そして俺に、明日の面接、君がやってくれないか？微笑みながら一言つぶやいてその場を去っていった。人事部長もそれを承諾しているのか、笑顔で頼んだよと言うばかり。もちろん急な話で驚きだったのは俺だけではなく、なんで青木が面接を？そうだ社長、私がやりましょうか。今泉さんは妙に慌てた様子で社長を呼び止めようとしていたが、いや、青木くんに頼む。彼、新卒採用に携わってないからな。社長は振り向かず片手を挙げるだけで去っていった。今のうちに様々な経験をさせてもらえるのはありがたいことだ。急な話だが精一杯やろうと人事部長からいろいろ話を聞き終わった。その時。青木、わかってるだろうけど余計なことは考えなくていいからな。そう言って今泉さんは俺の肩に手を置いてきたのだ。その時は意味がわからなかったが、翌日、その言葉の意味も、そして今泉さんが頻繁に人事部に顔を出していた理由も判明することになったのだ。次の人は今泉玲さんか。この人って。面接室で次の準備をしていた俺は、面接担当の社員に声をかける。すると彼は少し気まずそうに、今泉部長の娘さんです。ちなみに今泉部長は今日娘さんが面接に来ることを知っています。とうつむきながら話した。だからか。俺はそう返事しながら履歴書に目を戻すと、キリッとした綺麗な目元だけではなく、その学歴さえ今泉部長とほとんど同じだった。だが、うちの採用基準はそこではない。俺は一度深呼吸して、今までと同じ基準を持って挑む、と心に誓ったのだが。今泉玲です。で、あなたの役職は？彼女の第一声は面接とは思えないほど小さく、姿勢も悪ければ目も合わさなかった。その上、いきなり俺に質問をしてきたのだ。営業の青木です。今日は代理で面接を。なんだ、父さんより下かよ。なぜか一気に落胆、さらにはため息をつかれる始末。今泉部長が昔から可愛い、俺に似て頭がいい、とよく言っていたので、勝手にいいイメージができていた。だが、そのあまりの冷たさと失礼さに、俺は横の社員と目を見合わせ、しばらく言葉を失っていた。まだ判断するのには早いかと思い、志望動機を尋ねると、父がいるから、てか、そんなの聞かなくてもわかるでしょ？レイさんはそう言って、俺と初めて目を合わせたが、それは父譲りの完全に人を小馬鹿にする目だった。怒りや驚きは通り越した俺の心情は、もはや興味に近かった。いくら父親のコネがあるとしても、面接官に対してここまで物おじせず自分の心境を言葉にできるものだろうか。俺は聞こうと思っていたことを一度すべて白紙に戻し、君にこの会社に入りたいという気持ちはありますか？いろいろな意味を含めて聞いてみた。すると彼女は、いや、パパのコネでどうせ入社するんでしょ、私は。そう言って鼻で笑ったのだ。では終了になります。俺はそう言って先に立ち面接室の扉を開けた。それでも彼女は表情一つ変えず、あざしたと気の抜けた声を出してだるそうに
廊下を歩いていった。青木さん、どうします？不安そうな人事部の社員が俺に声をかけてきた。どうやら予想通り、今泉部長が頻繁に人事部に顔を出していたのは、マナ娘をコネ入社させるためだが、まさかそこまで失礼な態度を取るとは。とりあえず、今は次の面接に切り替えよう。俺はそう言って、再び心を整え、残りの面接をしっかりとこなした。そして、無事に代理の面接を終え、自分のデスクに戻ると、まるで待ち構えていたかのように、今泉部長の姿があった。ニヤニヤ笑いながら、俺の肩に手を回し、俺の娘、美人だったろ？でも残念、営業部には入れないわ。変な虫がついたら困るからな。そう囁いていたので、誰が入社させると言いました？まだ決定していません。そうきっぱりと断りを入れる俺。すると、今泉部長の顔はみるみる赤くなっていき、周りの目も気にせず、わめき始めた。ここまで感情的になるのも、親ならば無理もない。しかし、俺というか、会社からすれば、彼女も一学生だ。お前にそんな権限があると思うなよ。社長に気に入られているだけの高卒風情が、調子に乗りやがって。収まりのつかない今泉部長の声により、オフィスがざわつき始める。だが、俺がなだめるよりも前に、すぐ静まり返ったので、俺も何事かと振り返ると。どうしたんだ、今泉くん。そんなに声を荒げるなんて。現れたのは社長だった。さすがの今泉部長も我に返ったのか、はっとした様子でネクタイをいじりながら、社長、いや、これはその、とお茶を濁し始めたが、社長はお構いなしに、娘さんのことかな。若干恐ろしささえ感じる笑みで問いかける。やはり社長は今泉部長の娘さんが面接に来ることを知っていたのだ。部長も一瞬でそのことを悟り、少し顔を歪ませたが、なんだ社長、ご存知だったんですね。ですが、なぜそんな日にこんな青木なんかを面接に。今泉部長はなんとかいつもの調子に戻しながら、おそらく一番気になっていることを尋ねた。それは俺も一番気になるところではあるが、それは彼が次期社長候補だからだよ。金子社長はまるで当然のようにそう言った。その場にいた全員の動きが止まり、目線が俺に注がれているのを感じる。もちろんその場で俺が一番驚いていた自信はあるが、本決定はまだだが、私の中で次期社長に推薦できるのは青木くんだと考えている。ちなみに今泉くんは県外だがね。社長は昔から言葉をまっすぐに投げるところがある。だからこそ相手の心にまっすぐ伝わるわけだけど、口を開けたまま固まっている今泉部長を尻目に、社長は俺の肩に手を置き、というわけでこの件はまた改めて話すよ。それと、今日君が面接した人の判断は、すべて君に任せるからね。そう言って、またしても大きすぎる背中を見せつけるように去っていったのだ。あまりにも突然のことで実感も全くなかったが、浮き足立っている場合ではない。俺は気持ちを落ち着けながらデスクに戻り、全社員の視線を背中に感じながら、目の前の仕事に取り掛かったのだ。翌日、出社すると何人もの同期や後輩たちが、よ、次期社長！と冷やかしてきたが、やはり先輩方は煮え切らない表情だった。しかし、一番不安なのは今泉部長のことだ。次期社長候補に自分が入っていない上に、最も気に入らない俺が選ばれるなんて、たまったものじゃないだろう。一体どんな嫌味を言われるのか、と思っていたら、よ、次期社長、
昨日はお疲れ様でしたね。まるで人が変わったかのように、俺に腰を曲げてきたのだ。周りの社員も目を疑い、中には笑いをこらえきれない人も。こう来たか。と、俺も驚いていたが、今泉部長の話はそれだけではなかった。それでですね、ちょっとお時間いただけたり。慣れない今泉部長の猫なで声に違和感を覚えながら、オフィスのエントランスに連れ出された俺。一体何だろうと思っていると、で、来なさい。そんな今泉部長の声とともに近づいてくる一人の女性。スーツさえ着ていなかったが、間違いなく昨日俺が面接した今泉部長の娘、レイさんだったのだ。いやー、昨日はうちの娘が失礼な対応をしたみたいで、大変失礼いたしました。ほら、レイ、お前も謝れ。そう言って、ペコペコと頭を下げ始める今泉部長。ここまで綺麗な手のひら返しは見たことがない、と感心しつつ、何やってんだレイ、この方は次期社長になる方なんだぞ。と、レイさんに、謝罪を促した。すると彼女は一瞬驚いた顔をしたようにも見えたが、すぐに、ちっ、だる。頭を下げるどころか舌打ちまでする始末。てっきり彼女も俺が次期社長候補だと知ると手のひらを返すと思ったのだが、あの、レイさん？俺は謝り続ける今泉部長を無視して彼女に声をかけた。昨日の面接といい、俺はどうしても気になることがあったのだ。彼女は父のコネでどうせ受かると思っているから適当な態度をとっているのではなく、君さ、うちの会社に入りたくないんでしょ？俺のその問いかけに初めてレイさんが表情を変えた。まるで言い当てられたかのような、まさに図星の顔だった。そう、俺はレイさんの態度に違和感があったのだ。父親のコネで入社ができるから面接は適当でいい。そう考えるのが普通だが、もし彼女が父のコネで入社させられてしまうと考えていたら、適当な態度は父親の敷いたレールから脱する最後の抵抗なのではないかと。最初に違和感を感じたのは彼女の履歴書を見た時だった。父親と全く同じ経歴で、そして同じ会社に入社。全く彼女の意思が感じられなかった。面接室に入ってきた時のあの気だるい目。本当はやりたいことがあるのに、家族のために諦めて就職を選んだ数十年前の自分と完全に重なったのだ。その時の俺の面接官が、父よりも役職が下だと分かった時のあの落胆。どれだけ失礼な態度を取ったところで、父の根回しによって面接に受かってしまうという落胆だとしたら、さらに今、俺が次期社長だと聞いた瞬間の動揺と、その後の露骨な失礼な態度。つまり君は父親のコネを超えるくらい失礼な態度を取れば、この会社に入らなくても済む、と考えている。そうじゃないか？父である今泉部長は一体何のことか分かっていなかったが、レイさんは何も言わず、ただ、目に涙をため一度だけうなずくと、頬に一筋の涙が流れた。皆まで言わずとも、これまで父の理想に付き合わされてきたのだろう。何か夢とか自分の本当にやりたいことはある？そう、レイさんに問いかけると、彼女は首を横に振り、こう答えた。ありません。これまでずっと
父に言われたことをしてきたから。俺は何と声を返すかまでは考えていなかったが、自然と口から出てきたのは、じゃあ本気でやるのならうちに来なさい。俺が面倒を見るよ。でも本気でやらないならどこの会社にも入らない方がいい。それが社会のため、いや君のためだ。あの時金子さんがかけてくれた言葉だった。よろしくお願いします。レイさんのその声はさっきまで舌打ちをしていた人とは思えない綺麗さだった。それから数ヶ月、桜ももう散り終わった頃、俺は正式に次期社長として1年間の準備期間に入っていた。歴代の社長はもちろん、俺の人生を変えてくれた金子社長から受け継ぐことを取りこぼさないよう日々体に染み込ませていく。しかしそれだけでは社員はついてきてくれない。今でも俺は各部署のサポートはもちろん、新人の教育にも直接携わっている。そんな中でひときわ目立つ新人はもちろん、青木さん、営業資料の確認をお願いできませんか？明るく元気な声で俺のデスクに飛び込んでくる今泉玲さん。あの後彼女は改めて俺に謝罪し、もう一度面接を受けさせてほしいと言ってきた。そして他の学生と同じ土俵で戦い、見事合格。俺も約束を果たすべく特別に目をかけようと思っていたのだが、彼女は俺の手に余るほど優秀な社員だった。それでは青木さん、移動の件は考えてくれましたか？レイさんは少し頬を膨らませながら俺に詰め寄る。少し前から彼女は企画部への移動を希望している。そう、父親と同じ部署に。あれ以降相当反省したのか、すっかりおとなしくなり、部長の座も後輩に譲り、今は地道に働いている今泉さん。俺が特別指導することもないかなと思っているのだが、父は私が直接叩き直したいんですよ。そう息巻いているレイさん。確かに彼女に任せた方が今泉さんの心にもストレートに響くかもしれないな。